そうですね、まあ、しっかり準備できたんで本当にすごく僕も楽しみです。はい、そうですね、やっぱりこう、まあ、打撃に関しても一発の決定力がすごく高い選手なんで、はい、そこはすごく評価してますね。はい、そうですね、まあ、本当こう僕 の, ペースで僕の試合をするってだけなんで、はい、はい、まあ、あんまりちょっと詳しく言えずすみません。そうですね、あでも確かに全部メインですね。あんまり考えてなかったんで、はい、そうですね、確かに今言われると全部メインですね。はい、まあ、でもメインに、選んでいただける試合をできるってことで本当にこう僕も光栄に思いますし、すごくやる気も出ますね。はい、そうですね、まあ、そこも想定ないですね。まあ、こんだけ準備期間もあるんで、コンディションはお互い仕上げてくると思ってるんで、まあ、そこは想定ないです。はい、そうですね、まあ、もう本当今の試合に集中してるんで、まあ、特にそうですね、まあ、先が、まあ、まあ、ここで言うことでもないかなっていう感じです。はい、心境、まあ、ワクワクしてます。まあ、日本人で強い選手って感じです。まあ、俺が KO するんじゃないですかね。やっぱりフェザー級がこう強い選手がたくさん出てきて、まあ、いろんな論争がある中でこう頭一つ抜けたいなっていうのと、クレベルを早くやりたいんで、結構自信あるんですよね、今やったら。あいつ調子乗ってるんで、ボコボコにしたいな。